はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん。レゴネックスナイツ、クレイズランブルブレード。です。はい、レゴのですね、新しいシリーズが出ましたね。はい。ネックスナイツというやつです。はい。ここに書いてあるのはネクソナイツって書いてあるんだけど、うん、多分、日本名でネクソナイツっていうのがなんか良くないんだろうね。だから日本名ではネックスナイツとなっておりますね。はい。はい。で、これはですね、アニメとゲームと、このレゴが融合した新しいタイプのものみたいだね、はいはい、なのでアプリでレゴのネックスナイツで遊んでるけど、はい、なかなかね面白いよね、うん、はい、今回ですねこの主人公のクレイってやつの乗り物であるこのランブルブレード、はい、これをですね早速作っていきたいと思います。はい、はい、はい、ということで完成しました。こちらがですね、クレイズランブルブレードですね、はいはい、すごいかっこいいよね、うん、これレゴですかっていうぐらいかっこいいんだけど、うん、車になってんだね、うん、で、ここにですね、クレイが乗ってこちら側にまた別の人たちが乗るというものですね、うんうん、こちらですね、はい、なんと、それぞれが分解します、はい、まずクレイが乗ってるここ、この上部ね、ここ、これが飛行機になるんだね、飛行かっこいいよね、しかも剣型の飛行機なんだよ、これ本当だ。こうね、剣型の飛行機、うん、かっこいいよね、うん、そしてこちら側ですね、外れて、うん、これも車になると、うん、ちっちゃい車だね。そう、反対側も同じだね、うん、こんな感じで車になります。これ自体も、まあ車輪がついているので走らせることはできますね、はいはい、そしてこちらがですね、主人公のクレイですね、はい、これがすごいかっこいいんだよ、うん、これまでのレゴに比べてね、すごいね、鎧がね分厚い、はい、でかい、うん、で剣も大きい、うん、これね今までなかったよね。大体レゴの剣ってさ、これちょっとしたやつだったからね、うん、これがねすごいかっこいいんだよ、うん、このマスクは上がったり、うん、下がったりする、ね、そうだね、うんうん、こういうとこがいいよね、うん、こちら2体がクレイボットって言われるものですね、はい、クレイのロボットなんだろうね、これね、はい、でこれも上上げられるようになってて、はい、完全にロボットだよね、うんそしてこれがですね、敵のアッシュアタッカーっていう人ですね、うん、鬼っぽいんだけどね、うん、どことなくなんかダースモールっぽいんだけどさ、うん、このヘルメットもすごいよね、うん、今までのレゴなかったような感じだよね、うん、顔がね一回転させるとこういう怒った顔になりますね、うんうん、それでヘルメットをかぶせるとこんな感じだね、うん、でこれコンボですね、うん、鬼だねまさに、うん、でもう一人ですね、この敵役のこれスキューリアーっていうのかな、うん、スキューリアー、うん、ちょっと読み方わかんないんだけどスキューリアー、ちょっと悪魔っぽいやつだね、うん、でっかい剣を持ってますね、うん、これは爆弾持ってたりするんだよね、あーゲームでね、うんうん、あとですね、このネックスシールドっていうものが入ってますね、はい、これは他に2つ入ってたんだけどクレイの方の盾にもついてましたね、はい、これはですね、なんとそれぞれアプリに読み込ませて、うん、アプリ側のパワーとして使うことができるんだね、はい、これが面白いね、そうだね、キャラクター乗せてみましたね、はい、ここにクレイが乗ってますね、はい、でここにクレイボットが2つ乗ってます、はい、でクレイが持ってた剣はここ、うん、盾はここにセットできるようになってます、うん、すっごいかっこいいね、うん、すっすごくかっこいい、ねえ、うん、これいいよこのシリーズ、うんうん、ねえ、ここにですねレバーがありまして、うん、これを押すとですねこの2つの車輪の部分が外れるようになってますね、うん、いきますよ、はい、せーの、ほい、あーこんな感じ落ちた、それと後ろからこの部分、うん、これね自由に稼働するようになってるんですけど、うん、ここにですねスプリングローデルシューター、うん、スターウォーズでねおなじみのね、うん、これがついてます、はい、ここでこう発射することがレーザーね、いくよ、こんな感じでね、発射することができますね、おい、これは人に向けてはね危ないよね、そうだね、これはね人に向けないでくださいね、自由自在だけどね、うん、はい、それではですねちょっとアプリのネックスナイツで、はい、この盾を読み込ませてみましょうか、はい、はい、じゃあエイシン君お願いします、はい、あ、オッケー、オッケー、はい、おー、パパの顔がこれだ、お、チャージ、これでたま、これがたまれば止まった、きた、これで登録ですね、はい、サンダーボルトだって、おお、かっこいいスキルだね、うんうん、
このような感じでスキルがなんかね使えるようになるんだよね、はい、このネックスパワーでね、はい、でこんだけね縦の種類あるみたい、いっぱいあるよね、これね大変だよ、うん、この縦は他のレゴにも出てなんかアニメにもね出てくるんだって、この表記が、でそれをアニメをこうアプリで読み込ませるとここに入ってくるんだって、うん、これ新しいよね、うん、そんな感じでレゴネックスナイツ結構ね種類が出てるので、はい、ね今後もまたレビューしていきたいと思いますね、はい、はい、ということで今回はレゴネックスナイツのクレイズランブルブレードでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、新しいこのレゴのシリーズすごく良さそうなので、うん、楽しみだね今後はね、はい、はい、ということで今日の動画がですねもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでそちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで、ああこれもいいよ、これでこうなんか戦えそう、うん、そうだね面白い、剣だよね完全にね、うん、かっこいい、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。